はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。今回の動画は少し、真面目にというか、私の正直な最近の思いを、まとめていきたいなと思います。主にですね、文通をしている方、またこれから私と文通したいなと思っている方を対象とした内容になるんですけれども、最近ちょっと思っていることもいろいろありまして、ここ数日考えてですね、こうしていこうという私の中できっちりとした答えを、出したので、それをね、お話しさせていただこうかなって思います。で、これを多分最後まで見ないにしても嫌な気持ちになられる方もいるかもしれませんので、仮にそうなったとしたらですね、動画はもちろん切っていただいて、私と今後交流を持っていただかなくても大丈夫ですので、ルミティという人間はこういう考えを持っていて、こういうふうにしていこうと思っているんだなと、私と合わないなっていう方は今後文通などやめていただいても結構なので、一応私の思いもね、分かっていただけたらと思います。私もきっちりとしたい人間なので、どうしても今までダラダラとしてきてしまった自分にも嫌気がさしてですね、で、皆様にもご迷惑をおかけしているので、ちょっとね、きっちりと方向性というか、こうしますというところを決めた方がいいのかなってここ数日考えてました。交流を持たなければ何ら問題なかったんですけれども、皆様とお友達になったりしてですね、だんだんお友達がまた増えてですね、で、嬉しいんですけれども、私が何しろ稼いでいないので、限度というものもありまして、そこにね、少し苦しめられている部分もあります。ただ、私の旦那はですね、私に何一つこれしちゃダメって言わないんですよ。何を買っても怒らないし、本当に甘えてしまっている、自分がいたわけなんですけれども、ここ数ヶ月、特に子供を出産してからですね、自分一人のためにお金を好き放題使えない、当たり前なんですけど、その状況をだんだん理解し始めまして、で、ここ数日は悶々とそれで悩んでたんですね。ただ子供は自分の手で育てたいと思っているので、自分が働きに出て保育所に預けてっていうことは一切考えてません。なので、稼げない、当たり前ですね。で、お金がないのも当たり前の話なんです。でですね、コレクターをやめてしまえばいい話なんですよ、本当は。キティちゃんも集めないような人間になれば出費なんかないんですけれども、ただここ数日もう文通もやめちゃおうかなとか、コレクターやめてしまおうかなって考えていたんですが、どうやらそれはね、私にはできないみたいで、やっぱりキティちゃんが本当に好きで、
やっぱり離れていても身につけるものはキティちゃんばっかだし、なんか嫌いにはねなれなくて、でまあ集めてるコレクションにも、あといただいたお手紙にもここ数日触れず、自分の部屋にも入らず、ちょっと離れて生活してみたんですけど、まあ離れて生活したからといって特に寂しいとか、なんかそういう気持ちにはならなかったんですが、まあ、逆にね、家族との時間をすごく大切に過ごせたなと、子供のこともよく面倒見れたなとか思ったんですが、でもやっぱり自分の趣味っていうのがないと息抜きもできなくて、やっぱり私の場所はここなのかななんていうふうに、まあ、結論としては思いました。でまあそんなね、私に気づいたのか、旦那がねクエスティーナに連れてってくれたんですけど、そこに行ってなんか自分的になんか変わったなって思ったことがあったんですそれはあれもこれも買わないっていう自分がなんかやっと出来上がったかなと。今までは見栄を張って買い物をしてきた自分がいます。これはとてもお恥ずかしい話なんですけど、まあ、YouTube のせいにするのは本当に人間としては最低なので、そういうところはYouTube のせいにはしたくないんですが、 YouTube への投稿を始めてからやっぱり、例えば尊敬してますとか憧れですって言われるプレッシャーというか、そう言われたいという自分の我が出ているというか、まあ、人間そういうところあると思うんですけど、褒められたいとか羨ましがられたいとか、結構そういう部分が私の中にもありまして、それのせいじゃないな、それの思いを自分で叶えたいがために買い物をしたりしてきた自分に、やっとそういう醜い自分に気づいたんですね別に使いもしないものを買ったりとか、やっぱりそういうことをしてきました。で、そういうのってなんか違うなって思ったんですよね。だから今回のクエスティーナでの買い物は、一つ前の動画見ていただくと分かるんですけど、本当に自分が使うためのものだけを2点買ってきました誰にあげるわけでもなく、お裾分けできるっていうものでも多分ないので、本当に私ってお金ないないとか言って言うくせに、なんか自分の見栄とか、あとこれ買ったら誰々ちゃんにあげて喜ばれるかなとか、なんかそういうなんかちょっと違う視点で買い物してきちゃったななんて、自分で自分を苦しめて首を絞めてきたなっていうふうに思いました。で、昨日旦那にも言ったんですけど、もう本当に欲しいものしか私買わないから、今日はこれだけでいいっていう話をしたんですね。旦那は今までの私と違うんですごくびっくりしてて、本当にそれだけでいいのみたいな感じで、なかなか連れてきてあげれないけどって言われたんですけど、でも連れて行ってもらった時に欲しいものだけを買えば
本当にそのキティちゃんのグッズを愛せるし、大切にする自分がいるんじゃないかなって思いました。しまう場所もそんなにないし、使いもしないのに買って棚の奥にしまっておくっていうのはやっぱりちょっと違うかなって思いまして、なのでもう今後はそういうことはやめようって決めました。で、好きなものを買った中でトレードしたりとか、お互い欲しいっていうものを交換、そのトレードし合えたならば、私も無理はしていないですし、お互い気持ちのいい交流ができるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでと、ここからまたちょっと文通が絡んでくるんですけど、私が欲しいって思ったものしか今後やっぱり買わないので、特になんですが、他のキャラクター推しの方への文通の際の例えばいただいたものへ対するお礼などはほとんどできないと思います。なぜかってわかると思うんですけど、私キティラーなので、キティちゃんのグッズしかもうすでに持ってないんですが、今後も他のキャラを買うってことはおそらくないと思うんですね。なので、お手紙のみの交換や、私がたとえ物をいただいてしまったとしても、それに対するお礼はほぼできないと思っていただきたいんですね。お礼くれないんだったら送らないよっていう方はもちろんそれでいいと思うんです。私お礼送れないって先に言っておきますので、お手紙だけください。それでもルミティさんにこれあげたいとか思ってくださるならば、それは私はありがたくいただきます、いただきますが、お礼のために他のキャラクターのグッズを買ったりとかはできないので、そこを分かっていただきたいと思います。で、今お話ししたのは今までやり取りを続けてきている方はもちろんなんですけど、これから新規の方ともやり取りしていきたいと思っているんですが、その方もこれをご了承いただいた上でやり取りしていただきたいなって思うんです。過度な物々交換というか、お礼目的のやり取りの方も中にはいらっしゃるので、それはなんか違うんじゃないかなってここ数ヶ月は感じてました。もちろんいただきっぱなしっていう状態で送れないってしっかり言わなかった私も悪いんですけど、送ってくる方は私にもらってほしいと思って送ってきてくださってるっていうふうな認識でいますので、それ送ったのに何も返ってこなかったからルミティさんは最低だとかっていうふうに思うのであれば、初めから送ってこないでいただきたいんです。そういうことを裏で耳にしたりしたので、私はここでもうはっきり言おうと思って動画を撮ってますので、今後それを理解した上で私に物を送るなりお手紙を送るなりしていただきたいなと思います。でもし、何度も申し上げてますけれども、そんな方とはお手紙交換できないっていう方は今後送ってきてくださらなくて結構なので、やり取りやめたいですっていう一言もいらないです。もう送ってきてくださらないという状況になれば、私からもお手紙は送りませんので、
ご安心いただけたらなと思います。なんで送ってこないんですかとか、そういう話は私一切しませんので、本当に気持ちよく交流したいんですね。私陰口とか本当に嫌いなので、人に迷惑をかけるような行為をするぐらいならはっきり私に言ってほしいですし、私もそういうことが減るようにこのようにしっかりと伝えていきたいと思います。で、まあ、過度な郵便物のやり取りが悪化しないように、あと、まあ、もう一つ言うと、私のゆっくり撮影する時間が確実に毎日撮れるとか、ある日、ある日程で撮れるとか、こういう保証が やはり家庭を持ってるとできないので、郵便物の紹介は今後一切なしにしようと思ってます。なので、なんていうんですかね、私の動画投稿は、まあ、育児の動画がメインになって、購入品紹介やもうちょっと友達からいただいたものとか、まあすごい、例えば誕生日プレゼントとか、なんかそういうイベント的なもののものは紹介するかもしれないんですけど、おそらく通常の郵便物紹介はしていかないかと思いますので、そのあたりをご理解いただける方と今後やり取りをしていきたいなと思います。私の郵便物は皆様のご意思に任せますので、嬉しいものは紹介していただいて結構ですし、ルミティさんのは紹介しないっていう形でも全然構いません。まあ、これに至った経緯もいろんな理由があるんですけど、まあ、ゆっくり取れる時間がないのもそうですし、まあ、私のアカウントを紹介してほしいとか、チャンネル紹介をしてほしいとか、そういう希望もなぜか入ってくるんですね。私はちょっとそこには協力はできないので、まあ、いちいちお断りするよりはもう一切紹介はなしにしてしまおうかなって思っているところです。はい、そんなところですかね。はい、キティちゃんのものについてはお譲りできるものもいっぱいあるし、トレードできるものもありますので、他のキャラを推してる方でやり取り続けたいよっていう方は、お手紙のみのお返事でもいいというのを基本的にご了承いただいた上で、何かキティちゃんのものをお付けしていいということであれば、その一言いただければ私からメモを入れたりすることはできます。ただ推しでないキャラクターのものをいただいても嬉しくないっていう方はいると思うんですね。嬉しくないものを入れても私も嬉しくないですし、ご迷惑をおかけしているという認識になってしまいますので、まあ、そのあたりも、まあ、Gメールやコメントなどでお知らせいただけたらなって思います。で、まあ、ちょっと暗い話というか真面目な話はこのあたりまでにして、まあ、今後こういうふうにルミティさんは考えてやり取りしていくんだなと、それを踏まえた上で楽しくやり取りしていきたいなって思ってくださっている方がいればよろしくお願いします。はい、最後になりましたが、だいぶ
自分の中でモヤモヤが晴れてすっきりしたので、お譲り品の動画を撮っていきたいなって思ってます。あきとくんが起きた。で、3月2週目ぐらいあたりまでには動画をね、順次アップしていこうと思っているので、そちらをまあご覧いただけるようであれば、ちょっと今までの価格設定よりもっと安くしようと思っているので、売れないものは本当にちょっと困ってしまうので、売れるように、はい、お安く提供したいとは思っています。ただ、育児をしてみて思ったんですけど、20分も30分も長い動画を撮るとですね、まあ希望の商品を見つけるのも大変でしょうし、ずっとずっと画面を見てるのも大変だと思うんですね。なので動画では商品を360度映したり、状態の説明とかいろいろ言えるんですけれども、まあパッと正面から見ての状態とかで購入を決意されるっていうことであれば、ちょっと別のサイトを設けて、そこに写真と値段を一緒に表示して分かりやすい一覧を作りたいと思っていますので、今回は動画はまあ補足という形で、詳しくご覧になりたい方で画像で見ていただいて購入されるって方は、ちょっと状態とかはうまく伝わらないかもしれないので、ちょっとノークレームノーリターンでお願いしたいんですけれども、そういうお時間がうまく取れない方にも購入のね意思はあるかもしれないので、私なんかちょっと本当にゆっくり見れない人なので、今そういう方にも購入していただきたいなと思いますので、そういう形で画像のサイトも設けたいなと思っております。はい、あと50円とか低価格からいきたいと思ってますので、はい、まあ新品の雑貨とかバッグとか、そのあたりはちょっと新品価格の半額とかになっちゃうと思うんですけれども、お待ちいただいてた方、お年玉とか取っといてくださった方とかもしかしたらいたかもしれないんですけど、なんかいろいろ悶々とした日々を過ごして遅くなってしまって本当にすみません。まあそういうことで取っていきたいと思いますので、まあそれを機に交流が始まった方もいっぱいいっぱいいますので、お譲り品を機にね、仲良くしていただける方も増えたら嬉しいなとは思います。はい、では長い動画になりましたが、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。いろいろね、正直な気持ちをぶつけましたので、気分を悪くされた方もいると思います。ただ、私という人間ははっきりしないと悩む人間なので、はい、撮れてよかったなと思っています。では以上で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。